ね、まみさん、俺も今見れた。本当いいですね、これ最高ですね。いいスタートが切れそうじゃないですか。ありがとうございます。新年って感じがねします。さあ、でかいね、確かにタワーが6本、ありがとう。かっこいいこれ。ありがとうございました。じゃあね、OK、終わるね。さあ、じゃあ2019年の抱負を言って終わりことにします。今日はみんなと一緒に年越しができてすごい良かった。いいスタートを切れそうです。2019年、2019年はそう、みんながねこうやって握手、今も受付中ですけど、こういっぱいね買ってくれて本当に嬉しいです。だから余計にね選抜復帰したいっていうね思いもね強くなってきてるんですよ。ますます皆さんの応援を肌で感じてます。今2019年は選抜復帰できるようにサード、2019年あるか分かんないですけど、まああったらねサード復活できるように、カホも本当にそのためにダンスを頑張ったり、少量も頑張ったり、メールを頑張ったり、シナリオを頑張ったり、握手を頑張ったり、毎日毎日一日一日大切にしていきたいです。メールでも書いたけど、メールでも書いたけど、なんか自分のために選抜に入るっていうより、こうみんなが応援してくれてるから、今本当に頑張ってくれてるし、握手もだから、みんなのために選抜復帰をしたいっていう思いが今強いんですよ。頑張ってくれてる思いを無駄にしたくないっていう思いが。なのでこう頑張ろうって活力になってるんですね。だから本当にこれからもよろしくお願いします。今年は笑顔の一年にしましょう。ありがとう。ついていっていいですか。あやたる、ありがとう。みやさん、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。それではじゃあちょっとランキングを読んで終わりにしたいと思います。13位、まささん。12位、ラートくん。そうですね、しかも平成も最後だからね、本当に頑張ろう。11位、レオンくん。で、答えありがとう。10位、ケンちゃん。7位、マモちゃん。ちょっと待てよ、ごめんなさい。9位、マモちゃん。8位、ジョクマルさん。7位、ロベルト。いつもの演劇ちょっとあれ忘れてきちゃって、イヤホン。6位ブーちゃん。イヤホンないとカラオケかけれないんですよね。5位、ウッポさん。4位、サイゾーさん。3位、ツネタル。2位、コウマミさん。1位、トールさん。ありがとうございました。はじめまして、明けましておめでとうございます。
1位はトールさんかな。ひろやん明けおめ、バチちゃんさん明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。はい、皆さん明けまして、改めて明けましておめでとうございます。夢の旧作さんありがとう、明けおめです。改めて明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。2019年もよろしくね。タワー門松ありがとうございます。今日は終わります。また明日お会いしましょう。メール送るのでメール見てください。メール2時までだ、ちょっと早く送らなきゃ。ありがとう、ゆっくり寝てください。お仕事ある方は頑張ってください。みさとさんもありがとう、きょんさん、ロッチさん、ラッシー、うっぱさんありがとう、じんさん、ひろしくん、レイティさん、中田るいみょけんぴさん、ふちゃまんさん、とるさん、待て待て、あとね、荒川しおりさん、だるまありがとうございます。しもやさんもいいね、ありがとう。ゆっくりいい夢見てね。初夢はもちろんかほたるの夢で、はい、決まりなんかギフト来た、 おみくじギフトだ。ひろさんありがとう、おやすみ。ルームフォローもよろしくお願いします。バイバーイ。3、2、1。無理だった、ごめんなさい。ちょっと前にもショールーム来てくれてたんだ、ありがとう。なのでちょっとお正月感出そうと思ってこれだけ買ってきたよ。わ、何じゃこれ、硬い。まあ、いっか。お正月だね。明けましておめでとうございます。のぶぶーさん、のぶぶーかのぶぶーか見えん実家は満喫してる。実家は満喫してます。はい、けんマジおめでとう、たる、おめたる、おめたる、かずるさんこんばんは、出てることやろ。実家ですよ、実家だよ。かずみさん、ゆうじさん、あきおめ、お酒飲んでないな。伊勢神宮行ってないですね。ゆうと、ゆうと、おはようございます。おはよう、おめでとう。去年6日の握手会会いに行く。お、ありがとうございます。そう、おみくじめっちゃ良かったんだよね。で、答え見てよ、ありがとう。もう一回行く。お、嬉しいな、ありがとう。やんちゃブラックさんおめでとうございます。のぶぷーさん、で答え見てよ、ありがとうございます。一人っ子じゃないよ。大吉とかなんかそういう吉とかなんかは出ないやつなんですけど、今年もお願いします。ありがとう、会いに来てね。そう、そういうの出ないやつなんだけどね。十二日の公演行くね。お、ありがとうございます。明治神宮と同じだね。モバメ撮って、え、嬉しい。ちょっと明るさ、明るくしよう。そう、書いてある内容がめっちゃ良かった。レコタイ見逃して今見てる。お、カホもさっきレコタイ見ました、自分で撮ってたやつ。そうそう、なんかないんだよね、ないやつでした。元気だよ。2019年のカフタルすごく快適ですね。太らないようにしなきゃね。
おみくじなんて書いてあったかな。なんかでもね、やって今以上にいい結果が出るみたいな、今頑張ってることがさらにいい結果になるみたいな感じに書いてあった。カフテルこんばんは、レクタイ何回も見直してるよ。おお、ありがとう。カフテル明けめことやろことやろ。レコタイカードルかわいすぎて一人漏れてたね。レコタイ、レコタイで漏れてたらもう全然よしだね。ワッタゴンさんコンパンタル、カフテルがレコタイの舞台に立っている姿を見て感動してよ。ありがとう。ライトさん今日目パンタロさんこんばんは。おみくじ引いてくるの忘れた。カイさん今日目、ヒカルさんありがとう。レッチさんこんばんは。あ、福袋みんな買いました。福袋カフもなんかさっきじゃないわ、お昼届いてました。福袋がすごいな。コンプかわいい。まゆちゃんありがとう。こんばんフォロー1万人なす。そうなんですよ、バーシックさん最近1万人になりましたね。うん、こっちで受け取った。おお、写真ケース入ってたの、すごいすごいな。かつさんこんばんは。明日は初売りに行こうかなと思ってて、明日はお出かけするんだ。一回ドゥルルルルドゥルルルルドゥルルルルドゥルル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 ル。目に帰って、目に帰ってますよ。長吉のぶさんありがとう。服館に行くの、そうだね、服館に行こうかな。配信はあるよ。一緒にお出かけしたら、したい。荷物持ちで行く。お、対戦ありがとう。七並べみんなめっちゃ頑張ってくれたよね。1月からまた頑張ろうね、七並べ。兄弟みんな帰ってきてる。明けまして去年ぶりです。去年ぶりです。秋吉さん大阪区司会取りました。うそー、愛媛のひろさんありがとう。カットルこんばんは、明けましてともくんおめでとう。よさは今日め今日合格できるように、 お祈り。そうだね、カフも神宮行ったらお祈りしなきゃいけない。16位だっけ。あ、16位、なんかカフが見た時10位とかだった。七並べも今月頑張ろう。カートルからなん、え、年賀状届いてたの、嘘え、あのやつ、イノシシのやつ。カートルのシークレットやってる方法、カフシークレットやってたよ。早速当てちゃいました。あー、2018年じゃないわ、2019年ギフトありがとう、こうちゃんたる。嘘、すごい嬉しかった。あ、14位まで僅差なんだって。みんな七並べやって、あー、しゅし、それなっていうか次だよね、スタンプかほの。びっくりだねそれすごい
カホタルの書いたイノシシの年賀状かわいいね。え、なんで知ってるの？どっかに出てますか？そうなんだ。やっとカホタルのスタンプ。そうだね、まだだけどね、もうすぐ出ますね。なんでそんなに可愛いの？なんでかな。それの次で終わってるんだよ、おそらく。10回ぐらいガチャ回してるけどカードに1枚も出なかった。公式で全公開された。何回か書いたんですよね、イノシシのやつ。どれが公開されてるのかな。セレブカード双子バンプちゃんあるね。羽付きね。お正月版でしょ、七並べ。実家でゆっくり休むんだよ、ありがとう。何枚もあるの、なんかね、何回か書いたんだけどね、握手会用とかなんかいろいろ書きました。カートルじゃなくてやられます。バーイ。おいざもありがとうございます。ツナサラダさんこんばんは。アンビバレンパパン、アンビバレンパパン、アンビバレンパアッパウ。お正月、お正月らしいことしてますか？お正月らしいことをしてない。おせち食べないんですよね。なんかしたかな、なんか番組見たぐらいかな。番組がお正月っぽいからね。でも明日は初売りに行くよ。おせち食べないんです。でもなんか美味しいご飯はいっぱい食べました。アッパー。そう、この正月らしいよね。これ買ってきたんだ。いい感じでしょ。あ、お鍋しましたね。お鍋した。お雑煮も食べてない。大吉いいな。大吉あんま引かないな。来ました、おめでとう。おせち好きなものが、あ、いや、わかる。なんか別になんか食べたいとは思わんけどね。それだったらなんかピザとか食べたいな。今日ピザ食べたくてさ、頼んだのになんか届かなくって。というのもなんか会員登録だけしてたみたいで、もう届かなかったんだよね。スイカさんありがとう。クジカハタルありがとう。なんでピザって言うとね、クリスマスに食べたかったんですよ、めっちゃ。でもレコ大があったからちょっと太ったらダメだなと思って我慢してって、お正月だからお昼に食べたらいいかなと思って、お正月に。そう、めっちゃ食べたかったんですけど、なんかめっちゃ電話しても永遠出なくってね、めっちゃ混んでたみたい。これ剥がれないんだけど。私クリスマスに、そうクリスマスにピザ食べたかったんですよね、めっちゃ。伊勢丼って言われるか、え、知らない。なんか伊勢の人だと思われてるよね、カホって絶対。この時期出前は混むね。そう、めっちゃ混むよね。何ピザ食べた、何ピザが食べたかったの？わかんないけど、なんかピザ食べたかったんですよ。
大ちゃん今年もよろしくお願いします。ネット注文もなんか永遠に頼めなくって。こんばんはエリオルさん。やだ300円のピザお正月だからいいもの食べて、なんか食べ物にはこだわりたい。貧血になったらもうスープとか飲んでますけど、もやし入りのあのスープをマジ取れないんだけど、もういい？もういいねレコタイ見ました、ありがとう。カプセルちゃんこんばんは。朝からおくたるとむさるりのはずれ2019年初ご飯はメロンバーグ、やばいな。はじめまして、今日誕生日、お本日誕生日だって。じゃあお祝いしようか。はい、お祝いソングいきます。はい、じゃあ新年早々ハッピーバースデーを歌。あ、そういえば今日カフのおばあちゃんも誕生日でした。89歳とか言ってたな、1月1月。長生きしてねおばあちゃん。浩平くん、ちょっとなんかチックがここだけ濃い。今年初ソング、そう1月1日、ゆういちさんうちも誕生日、お1月1日お誕生日いましたね。結構涙サプライズ、え忘れてないかな、うん、歌えるよね。なったら不意に君を目隠して、うむいはさず腕を掴んで連れ去る体育館、バスケットボールゴール当たり、不安そうに君は立たされ、何するのって聞かれたけど焦らして答えない。クラスメイトが集まって準備したのさ、こう遅いアイマスクを外したい、それが合図だ、みんな一緒に鳴らすクラッカー3210。ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドルを一息でさあ吹き消せよ、君のためのパーティー始めよう。ビーバースデー作戦は大成功、誕生日覚えてたのさ、こんな大勢の友達が歌ってる、君の頬に涙サプライズ、イエーイ誕生日おめでとう。1月1日めでたいめでたいめでたいですね。あっとったイエーイ、誕生日めっちゃいいですね。おめでとうございます覚えてたね誕生日おめでとう、やってくれてありがとうございます、イエーイうん、私の誕生日、そうなんだ、お誕生日来てね、歌うね、みんなでお祝いしましょうね。お正月と誕生日とはめでたい、めとじさまこったらごけおめことよろ、ことよろはけおめです。カタルの誕生日って確か元年変わる日、え6月1日に元年変わるの、そうなの。明けましておめでとうございます。24の年年男です。おお24歳、明けましておめでとう。今日さん28日連続
ね、6月ってめっちゃ中途半端な時期に変わるやん。5月1日か1月ですよね。くもありがとう。よしとくんもありがとう。ハートめっちゃ。4月1日に発表、5月1日より。おー、異言語。なるほどね。言語変わってるんだ。変わってるんだ。何だろうね。でも考えたところで分かんないですよね。当たってたら怖くない？しかも。新が近年明けましておめでとう。今年こそ平和の時代になり、になり、生にかほたる。ありがとう。20日初握手か。ありがとうございます。明けおめです。前髪が中途半端に伸びてきた。カートルの写真ってことなんて、すごいすごい。前の時代の人になっちゃう。それな、前の時代の人になっちゃいますね。私の旦那さんありがとう。そうですよ、3文字ないからね。今年は船もできるし、なんかいろいろ新しい年になりそうですね。飛躍の年だね。本当に船もできるであろうし、言語も変わるだろうし、いい一年が切れた、切れそうです。皆さんよろしくお願いします。シュタツマージーン。なんかさ、年明けソングってないのかな、 AKB さんとかで。こんばんは。いん、え、飲みたサプライズ。そうなの、年明けソングなの。なんか目に白いのついてる。こんばんは、鈴木さん、大好きさん。はぁ、え、なに、なんだこれ。なんかいっぱい飛んできた。なんだろうこれ。お、みかん、ありがとうございます。袋も、謎の袋。こうちゃんたるもありがとう。お菓子会楽しみ。お、グーローさん来てくれるんだね。ありがとう。こたつ、こたつはないな。こたつ片付けてしまってるわ。誕生日が終わってしまうね。誕生日だったんだ。明けおめ。おう、斉藤さんありがとう。なんかやっぱソング欲しいよね。なんか年明けソング的なやつ。お正月のソング。え、旅行隊の時には誕生日だったんだ。おめでとうございます。初握手
おお、今年は初握手を皆さんと抜け、おみくじがいっぱい。うほほってなんだっけ、うほほってなんだっけ。カホがこれね、四国でやりたいなと思ってね、あげた曲だったんだよね。四国の、なんだっけ。初詣できました。火に当たってきます。うほほ、そのままだった。探してみよう。ウホホってでも全然お正月曲ではない。え、なに、ウホホ、もう一回教えて、ちゃんとした正式名称。ウホホ、え、ちょっともう一回もう一回、早くて見れない。ウホウホウホホウホウホホでいいんですか。うほうほほね、オッケー。うほうほほ、あ、出てきた。あ、来た来た、あるじゃん、あるある。え、絶対歌えないけど、ちょっとかけてみよう。で、見たらありがとう。あったあったあった、歌えないよ。でもね、あの四国のね、ライブでやりたいなと思ってた方がリクエストしたけど、通らなかった。無理だよね。BGM にかけとこう。盛り上がりましたね、これ。盛り上がる曲、四国はね、盛り上がる曲が結構多いかな。少女カホとクーカちゃんがやりたいと思ったんです。そう、全然コメントできなくてすみません。またコメントできるときに来てくださいね。さっこちゃんこんばんは。ちょっと時間教えてください。今ある意味スチーのメンバーはあまりイメージないから目立つかも。うはうはうは。
ゃ作ろういいよね。43、はい、ありがとうございます。了解しました。黒いよね、わかる。うん、ラッキーセブン、ラッキーセブン、ラッキーセブン。誘惑のだった「レジスタンス」か、歌えそう。レコ大な。ありがとうカプセルさん、レコ大全然緊張しなかった。彼女になれますかって言われた。今来た、明けおめ。ラッキーセブン歌ってめでたいからいいよ。ラッキーセブン了解しました。ラッキーセブンめでたいので歌わせてもらいます。じゃハワイフヤンキーは面白いね。起こすようなラッキーセブン。 LUCKYSEVENLACKYSN。
出てて、絶対時間やばいよね今。何時ですか？48ね。じゃあ猫ちゃんはね、おとなしくしてないからな、怖い。こう本当怖い。今日は12時まで。今日は12時までだと思います。ユニットなんか歌おうかな。チョコレート、チョコレートなんだっけ。この曲が好きか。ほわデコマンで歌うね。レイクチ写ししていつものキスじゃつまんないよ、ゴインにねじ込んでレシタで溶かしてあなたの愛を愛の唇をはみ出してやらしい音立てる。目を気にしないで私たちの自由でしょう。誰かに見られてるともっと大胆になれる。オープンカフェの真ん中、あなたの膝によじ登って、ティッティブルーみたいに可愛い女の子よ。ラの下で愛し合えるのは料理も気持ちいい。チョコレート口移ししてディープなキスをするように斜めから抱きしめて、チョコレート甘くビターなあなたの毒が美味しいの。目を閉じちゃもったいない、いっぱい困らせたいの。そうそう、いいとこで終わろう。え、なんだっけ、重力シンパシー。ちょっと待って、っていうかね、覚えと思ってるんですけどね、カラオケ覚えてカラオケに入ったら入ってなかったら嫌だから、ちょっと調べるね。重力シンパシー、重力シンパシー。じゃあ重力シンパシー覚えてきます。重力だよ、力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 。あった、 OK、 重力シンパシー見つけた。よし、これ歌って覚えていくね。あと何を歌ってって言われてたかな。そういいんだけど、なんか入ってなかったらあれだからなと思って。こんばんは、鼻水出そう。あ、ファーストラビット、ファーストラビット覚えてて、抱きしめられたら調べてみよう。背中から抱きしめてがいい。まあいいや、抱きしめられたら、あった、オッケー。じゃあ2曲、はい、オッケー。2曲ね。あ、初日、初日ね、初日、初
初日は入ってるだろうな。抱きしめられたらあと重力シンパシーと初日、オッケー。はい、じゃあ3つね。 OK です。そろそろ終わります。暗闇じゃあ誰かなんでなんでなんで違うのかけちゃった。暗闇、え、ちょっと待って、なんで、え、これですよね、なんでなんでなんで違うのが出た今、え、どういうこと、あ、これ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 はい、皆さんありがとうございました。じゃあそろそろギフトじゃないランキングができます。13位アクアさん、12位キャッチャン、11位チョッパー、10位中たる、9位ウッコさん、8位中たる、7位ところてんさん、6位ヒロポン、ヒゲポン、ヒゲポン、5位デミタル、4位石田たる、3位コウちゃんたる、2位斉藤さん、1位ツネたる、ありがとうございます。これこれ、そう、これだよ、これこれ、で、いないです。感謝枠追加しようかな、嬉しい。はい、皆さん、今年もよろしくお願いします。2019年の今日は選抜風紀、そしてSQ48の全国の演出となること、いい人になること、あと掃除をしよう、そして目指せ30キロ台ダイエット頑張ろう、目標がいっぱいあります。っていうか習字しなきゃいけない。はい、ということで宣伝をさせてください。1月7日までです。総選挙ランクイン、そう、総選挙ランクインが大事、総選挙ランクイン、はい、はい、大阪、はい、また来てます。大阪じゃない、2月16日大阪と2月17日池袋、2月23日広島であります。2月16日極小が2つ出てます。販売目指そう、おう、受験の方もよかったら見てください。そして追加ありがとう、本当に3月9日、3月10日東京流通センター、3月21日ゲストでサンシャインシティと、こちらも進みになっています。皆さんいっぱいに来てます。ツーショットとか撮って仲良くなりましょう。そうなんですよ。そしてね、2018年本当に2019年も2019年もよろしくお願いします。3月は STU 祭りもあるんだけど、何するか、何全然するのか、何するのか、よろしくお願いします。これぐらいかな、1月宣伝するのかな。あ、そうだ、月並べ1月また頑張ろうと思うので、皆さん、月並べの皆さん、14位目指そうだ、審査みたいなので、オフはもう月並べできる時間に大事なので、よかったです。それは未来を描いた
ガイドがありますので受験の方よかったらリンクを押してください。じゃあね、ありがとう。また明日。バイバーイ。3おつたる2 1 バイバーイ。